のび太くんと静香ちゃんです。今日は2月14日日曜日、今もうすぐ4時になります。2月の中旬になってだいぶ日が伸びてきた感じですね。昨日はすごい大きな地震が夜11時ぐらいにありました。私も寝てたんですけれども、あまりにも激しい揺れで目が覚めてしまいました。そらくんもお母さんも起きててですね、みんなリビングに集まって大騒ぎしましたけれども、とりあえず棚から食器が落ちたりとかですね、そういうことはなくて何事もなくてよかったです。のび太くんと静香ちゃんはそらくんの部屋で寝てたみたいですけども、何事もなかったようにしてたっていう話ですね。動画を撮るのは久しぶりですね。キャノンのビデオで撮ろうと思ったら電池がなくなってですね、撮ることできませんでした。もうこのところすっかり動画撮ってないんで、そんなことになっちゃいます、ね、今はですね、これ新しく買ったスマホのカメラで撮ってます。写りはどうなのかよく分かりませんけれども、 YouTube に投稿できるレベルの画質になってるのかどうなんでしょうか。私の声が聞きづらいとかそういうのはないのかな。今この自撮り棒っていうやつにですね、スマホをくっつけてそれで撮ってます。直にスマホ持つとどうしても手ぶれしちゃうんで、こういう棒状のものの方がですね、両手で支えられるからいいですね。そう、のび太くんと静香ちゃんもうこの1時間ぐらい前からここに2匹一緒にずっといます。1時間ぐらい前にですね、インスタでライブやりましたけどライブやった時もですね、ちょっと静香ちゃんがのび太くんを舐めてたらですね、のび太くんが怒って静香ちゃん噛みついたりしましたけど、のび太くんは大人になって静香ちゃんがそばに来るとあまりいい気持ちはしないみたいで嫌がりますね。静香ちゃんの方はいつものび太くんとべったりいたいということなんですけど、のび太くんが怒るんでのび太くんが寝てるところを見計らってきますね。それにしても昨日の地震は本当にでかかったあんな大きい地震はですね、10年前の大震災以来ですね。それでも東京は震度4つってましたけど、私は寝てたからこうなんていうんですかね、余計大きな揺れに感じました。立ってたりするとですね、また微妙に揺れの大きさはですね違って感じるのかもしれないですけど、のびちゃん、静香ちゃん、のびちゃんの鼻が赤いの分かりますかね。茶色なんで鼻の頭がまだらに赤いですね。赤いというか茶色です。静香ちゃんは三毛猫なんですけども、鼻の頭を見てください。ほら薄いピンク色で色ついてないですね。ね、尻尾もこうやって三毛柄で、あ、ごめんごめん、のびちゃんごめんね。のびちゃん昨日どっかで首輪なくしてきてですね、今朝新しいこのブルーの首輪に付け替えました。静香ちゃんはそんなことしない、ね、いつももうずっとこの首輪もう1年以上つけてる、なくしてこない。
このカメラ本当に気になるな。綺麗に撮れてるのか。このカメラですね。このカメラはじゃじゃーん。このリアルミ7 5G っていうカメラですね。これはあの2月の1日に届きました。去年10月のですね中旬に買ったカメラはですね、2月の2日だったかな、3日かな、要はこのカメラが届いて2日後か3日後にですね、突然壊れてしまって画面何も映らなくなってしまいました。それを見越して買ったわけではないんですけど、たまたま安売りしてたんで買ったのはですね、良かったです。そのメインのカメラを10月のものからですね、この新しいリアルミ7というやつに切り替えることができました。機能、性能的にはほぼ同じですね。だからまあ、あまり変わらないんですけども、カメラはこの新しく買ったリアルミ7の方がいいかもしれないです。ね。このカメラで、後で編集して、YouTube アップしてみよう。どの程度綺麗に映ってるのか気になりますね。もしこれがそのキャノンのカメラと同じぐらい映るんだったら、これはこれで使えるかもしれないですね。ただ気になるのは手ブレですね。手ブレ防止がですね、このスマホに動画の時についてるかどうか、それが一番大きいですね。今まであのこのキャノンのですね、あのビデオカメラですね、これ2台目ですね、1回ずっと使ってて壊れてしまって、またあの買い直して、これがあの一番画質が綺麗なんでずっと使ってました。でももうこれもですね、かなり古くなったんで、もう次にもし壊れたらですね、どうしようかっていう問題はありますけれども、まあ今こういうスマホも結構綺麗に撮れるようになったから、それはそれでいいのかもしれないですね。静香ちゃんとのび太くんよく寝てるね。仲良く寝てね。じゃあね。あれから30分経ちましたけど、見てください、同じ格好で寝てます。左側静香ちゃん、赤い首輪ですね。右側青い首輪がのびちゃんですね。やっぱ兄弟だな。寝方もそっくりですね。そういう時がこの2匹は多いですね。